こんにちは、宮原自動車営業の北です。今日は前回室内ヤードご紹介しましたけど、まあ、ちょっと屋根のない仕上げ前の車を置いているヤードがあるので、ちょっと中を散歩したいと思います。車がありすぎてよく型式も分かりませんので、まあ、なんとなく分かるやつだけで探します。スープラですね。まあ、これも関連、まあ、基本ここにあるのは全部仕上げ前の車になります。でマーチスーパーターボですね。まあ、ご存知の通り、名前の通りスーパーチャージャーとターボがついているタイプの車になります。でこれが三菱車両ですね。そこら辺のエンブレムはちょっと違うかもしれないので、まあ、当時かなり売れたタイプの車種と思うんですけど、まあ、こういうファミリーカーのある意味ネオクラ車も在庫があります。で、これはギャラン VR4 ですね。ギャラン VR4 が2台あります。でこれはこっち行きますか。これシビックタイプ R ですね。でこれがまあ本当に走る姿はもうほとんど見ませんけど、三菱のスタリオンですね。これはこれも三菱、これはどっちだったっけな。これギャランシグマの方ですね。シリスダッシュ 3×2 っていうエンジンがついてるタイプです。でその向こうがアルシオネ SVX ですね。でこれインプレッサで、奥がスターレットになります。これスープラツインターボなんで GT かな。かなり傷んでるんで、ちょっと早く仕上げたいところですね。この向こうがカリーナ、2ドアクーペになります。まあ、4ドアはまあ結構残ってるんですけど、2ドアクーペは意外と珍しいかもしれないですね。これはツインカムターボのエンジンがついてます。その向こうはもうスープラですね。こう見ると結構スープラが3台ありますね。あとまあカリーナですね。でこれがレガシー、RS。 で、ビビオです。RXR ですね。スーパーチャージャー付きのエンジンがついてます。で、ちょっと昔のベンツがあって、その奥が AW11 の MR2 ですね。このミッション車ですね。はい、でこちらはギャラン VR4 になります。ワイパー立ったまま。トレノですね。シートかぶってくる車はこれはちょっとはもうはぐりませんけど、中身はセリカと思います。でレジェンド、レオーネ、レガシーで、セリカがあって、その向こうもレガシーですね。
で奥に来るとギャラン VR4 が2台と、これはトレノですね。これレパードですね。まあちょっと某危ないなんとかとかいう映画でも、映画ドラマと映画でも人気の出たタイプのレパードで、こっちが Z32 ですね。で奥が、これクイントインテグラかな、アコードかな、アコードです。これ SI になります。でレガシーでトレノですね。でそのトレノの前はスカイラインですね。でそのスカイラインの前が EP71 のスターレットですね。あとインプレッサー STI バージョンですね。2C ローハート50台ぐらいあるんですかねざっくりというところが、まあちょっと整備工場とか店舗とはまた違う別の福岡県内に別の地区にあるヤードになります。なのでまあ順番決めでここから仕上げに回すというところもやってますし、今後はですね、まあこう動画とかこういうので紹介して現状販売とかいうのも始めていきます。まあ近いうちにですね、まあこの仕上げ前の在庫の中からピックアップしてカーセンサーの方にもアップしますので、ご覧いただければなと思います。まあ乗った時にお気軽にお問い合わせいただければ、でまあ近隣であれば格安でうちの適材者で納車もできますので、ぜひよろしくお願いします。それでは。